なんという仕事？人力車です。人力車もう何年間ぐらいやってますか？7年ぐらいですね。え、なんでその仕事しようと思った？やっぱりあの日本の誇るべき文化を伝えるために。本当ですか？本当ですよ。本当です。じゃあいつまで続けるつもり？まあ僕らこういうのを職人とかって言うんですけど、まあ体がやっぱ動かへんのうまいです。いろいろできなかったからね。仲間の中に一番年上の人と何歳ぐらい？47が一番上ですね。じゃあこの仕事何が一番大変？よくあるのはあのめっちゃ重たい人を乗ってもらって登るのとか大変ですけど。今まで一番重いとどのぐらいだったの？何キロぐらい？250キロぐらい。マジで？一人2人で。2人でこれ100キロなんで350キロですマジか。断れないの？いや、まあ断らないですよね。2人でやるかとか、ね、いや押して言うて、押してご夫婦でもね、夫婦でも。あ、夫婦大きい人。じゃあ一番いいことなんですか？一番楽しい。一番いいこと、まあ一番いいことも難しいですよね。大体いつもいいことばっかりなんで。一般的には幸いなことにかっこいいらしいんですよ。かっこいい、うん、イメージはかっこいい。イメージかっこいい。ルックスナイス。乗りたいとかって言われる？言われるんじゃないですか。僕ちょっとあれですけど、彼女はあんまりなんて、あんまりモテないんでね。彼女いないんだ。はい、残念ながら。そうそう、どうなりたいとか、なんか将来とか。まあ人の夢を叶える人になりたいです。じゃあ人生で一番大切って何ですか？人生で一番大切なこと、愛。